はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ただいま、縛りプレイ中でございます。とりあえず、ダストンが仲間になりました。で、あとね、ヒューザとフーラもすぐに仲間にすることができるので、今日は、その二人、もう仲間にしようと思います。やっぱり、縛りプレイでソロはね、きつい。なので、4人パーティーをまずは作りましょう。では、まずはヒューザからかな。仲間にしていきましょう。頑張ろう。それでは、まず最初のボス、リベリオですね。レベルがね、20まで上げたら、もう上がらなくなった。敵から経験値もらえなくなったので、これでいけっていうことなんでしょうね。まあ、まだいいか。聞くかどうかだよね、マヌーサが。あ、聞かんか、やっぱり。ならば、シールドブレイクを使いつつ、あ、いける、いける、これぐらいだったら倒せるような気がするぞ。防御2段階減らしとけば、いけるでしょう。あ、いや、1段階、いや、さっきの効かなかったのか。うん、そんなに攻撃力も高くもないし。いや、きつい、きつい。ちょっと待って、明鏡止水は入れよう。これないと無理だわ。あぶねえ。目玉にとか効かないでしょう。効かんやろうね。ルカに。いや、効かんのかい。もう、もういいや。通常攻撃でいきましょう。あ、また、また何してんの、俺ミスった。完全に、扇の前だった。よしよし。オッケー。でも出す。ヒューザの回復をどうするかだよな。いまだに敵の HP は黄色になってない。ダストンの遊びもそんなにね、効かなそうな気がする。あ、バイシ入れるか。バイシヒューザに、いや違う、自分だ。自分に入れてテンションマックスで攻撃すればだいぶ違うでしょう。はいはいはい、はい、いいよいいよ。バイシ結構重要か。 OK で、これで守備も下げて攻撃2段階上げた状態での扇の前でだいぶいくんじゃない。いく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 、これこれこれ。 OK。 そればっかしてくれれば嬉しいな。これだよ、これこれ。防御ダウンからの、バイシー2発での攻撃か。これだ。やばっ、うっそ。まあまあまあ仕方ない、そのまま行きましょう。てか MP がやっべえなー。MP これ足らんぞ。うっそ、どうだ、なんとかなる。いやー、バイキルトは効いてる間に攻撃はした方がいいよね。いや、もうちょっとよ、もうちょっと、もうちょっとなんだけども、そのもうちょっとが結構きつい。回復系持ってないしな。いい、アイテムはまだいくつか持ってるんで、それでなんとかしよう。あ、いやー、ちょっと待てよ。魔法の聖水使っちゃうか。いい、いい、お金はね、結構あるんで。嘘でしょ、びっくりした。迷宮止水はちょっと入れとこう。
いや、これやばいぞ。とりあえずシールドブレイクを常に入れ続けよう。危ない、死ぬぞ。できれば攻撃力上げてがいいけども、そんな暇はない。 OK、 いいね。ああ、消えちゃった。まあいいや、あとはもう扇の舞をとりあえずずっとやれ。こんなに強いんだもんな。うわっ、すっ転ぶなよ。よし、来た。でここでテンションマックスの扇の前でどうだ。よし、はい。じゃあとりあえずリベリを倒したんで、ヒューザが仲間になりますね。次フーラに行きましょう。はい、久しぶり来ましたね、プスゴンですね。やっぱ4人並べると全然見た目が違う。で、まだねレベルが上がらないのよ。敵を倒しても経験にならないので、もうこのまんまだね。ということは、ラグアスとマイユのところもこのレベルのまんまか。で次の五大陸になった時にレベルが上げれる感じなのかな。まあ、とりあえず行きましょうか。さっき戦ってバイシがものすごい重要っていうのが分かったから、バイシをまあヒューザにかけた方がいいかな。いやいやいや、まだ技覚えてないんだ。はやぶさ斬りとかそういうのできないので。あ、でも闘魂打ちを、いやー、でも必殺技ないもんな。まあとりあえずテンション上げていくしかないね。レベルが上がらないんで、スキルもね全然覚えれないんですよね。あ、やばそうやばそう。まあいいや、とりあえず倍視はかけていきましょう。で回復も入れていった方がいいんだよな。まあとりあえず闘魂打ちで、あ、はいはいはい、ヒューザにも倍視かけていってもいいかもしんないね。いや自分、いやまあいいや、とりあえず自分で攻撃するか。あ、十分ダメージ与える。で闘魂でとりあえずテンションを貯めつつ攻撃をしていく感じでいいかな。ナイス。あ、プスゴン特に問題なさそうね。そんなに問題なくいけそうな気がする。まあ、確かに爆弾は若干なりとも痛いけども、そう気にすることもないかな。いや、さあ水で回復していった方がいいか。これもいらねえ。アイテムはね10個までしか持てません。最大10個なので。おお、ちょっと待て、これ結構きついぞ。いや、ここは攻撃だ。攻撃して、で、あ、いや回復もしないとね。水でとりあえず回復しよう。フーラがどう動いてくれるかによるね。とりあえず回復をしっかりしていきつつ、どうする。あ、癒しの風でできるんだ。でもいや厳しいな。いやこれ結構厳しいかもしんない。とりあえず扇の前で攻撃をするでしょ。でダストンとヒューザがもうたまりそうだね。ヒューザは攻撃力あるんで攻撃して、あ、オッケー。フーラはもう基本放置でいいか。基本放置でいって勝手に動いてくれるのを待つか。なんだ、オッケー、ナイス。でここはもう一回扇の前して、次からヒューザにバイシかけていってもいいかもね。いやでもスーパーハイテンションになってもさ、攻撃方法がないんだよな。あとレベル1上がれば、うっそ、マジか。え、ないよ、世界中の歯がないから。うーわ、マジか。
これすげえきつくなったな。クーラーがしてくれない。倍賞は4。あーならもう自分にかけていった方がいいね。あ、いや、普通薬草でよかったか。ダメだ、生き返りはできなそう。生き返らせはできないか。今回もちょっと結構厳しめかもしんないけども、まあいけるね。やっぱ4人揃ったっていうのは結構でかいわ。うん、まあいざとなったら魔法の聖水使ってなんとかしますか。 OK。 うーん、世界中の歯欲しいな。でも福引きがねまだ全然できてないんですよ。福引きさえちょっとできてくればだいぶ違うんだろうけどな。聖水使っときましょう。絶対必要で、ここで癒しの風を使ってくれて、またか。でもいい、そのまま行く。でフーラの MP もちょっと気をつけとこうか。いやー、あんまり減らん。そんなもんか。 OK、 もうちょい。うっそ、これは厳しくなった。これ厳しいな。でそんなにやってくる。まあ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 こうだわな。いやいや、痛恨の一撃これだいぶきついぞ。んでとにかくダストンは回復をしとこう。出た、攻撃力は元に戻ったけども、もう普通に攻撃するしかないな。やばいやばい、結構まずいかもしんない。爆発。しっかり回復しよう。ちょっとしっかり回復しつつ攻撃も入れながらだね。うわ、危ない。いや、これ結構やばい。やばい。いや、でもいける。倒せるか？よし、あ、まだ。いけたかと思ったけども、いけなかった。ちょっと待って。やばい。なくなった。なくなっちゃったか。ならば、ダストンは、ちょっとこのまま犠牲になってもらって回復。よし、ナイス。で扇の舞でいいね。いや、明鏡止水をまず入れといた方がいいような気がする。これで、でダストンはもうシールドブレイクで防御下げてくれ。よし、 OK。 でこの明鏡止水が効いてる間になんとか倒す。いや、厳しいか。やばい、麻痺とかにならんかったらいいけどね。ならんか、やばい。まだ回復する。よし、ギリギリ、リむちゃくちゃギリギリだね。はい、ということで今日はヒューザとフーラ、仲間にしました。4人パーティーになったね。これでだいぶ楽になると思います。ただ問題が、敵を倒してもまだレベルが上がらないっていうところ。ちょっと柵を越えて倒しに行けば上がるかもしれないけども、全滅する可能性があるんだよな。まあ、とりあえずなんとか全員をレベル20までは上げたいな。じゃないとスキルを覚えれないので、はい。まあ、とりあえず、それをやりつつ、残り2つ、クリアしていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。